バカバカしいことを。くだらない茶番は私のいないところでやっていただけるかしら。ジズヘルさん。なんかねえのか。おお、これは失礼いたしましたぞ。わけのわからぬ足止めも今度こそおしまいにさせますので。どうぞ心置きなくお帰りいただきますよ。確かに。ご老人の小判を盗んだのはこの子連れ軍人であるということは、ワトソン教授の殺人事件とは無関係ということになる。どうなんでしょうね。そういうこと。威風的に小判を隠すなど。まるで野蛮人の発想ですわね。野蛮人。言われてますよ、ズクマルさん。そもそもナイフとフォークも使わず、威風的にかぶりつくなんて。むしろ野蛮人以下、英国人にも考えられません。その証言の疑問がついに全て消えた以上、本法ではこの証人を引き止めることはできぬ。はあ、ちょっと待ってくださいよ。どうぞお帰りください、レディ。それでは失礼いたしますわ。皆さん、ごきげんよろしゅう。終わっちゃうな。え？どうした？なるほど。ぼんやりしてる場合ではないぞ。あ、いや。今のジェゼールさんの最後の言葉なんだけど。ん？妙に心に引っかかる。まるで証言に致命的な矛盾があった時のような。何？それならば考える前にとりあえず叫ぶんだ。なんかナイフとフォークを使わずに噛みちぎるみたいな話をしてませんでしたか？ナイフとフォークを使わず噛みちぎる。お待ちください、ジェゼールさん。まだ何か。ジェゼールさん、今度こそ最後です。どうか説明をしていただけますか？あなたの最後の言葉、その矛盾について。何ですって？矛盾？貴様、一体何を言い出すのだ。どういうことだ。なるほど。あの女の最後の言葉といえば、なんかナイフとフォーク、まるで野蛮人の発想ですわね。そもそもナイフとフォークも使わず、ビフ的にかぶりつくなんて、むしろ野蛮人以下、英国人にはもう考えられませんわと。そうなんだよね。ナイフとフォークも使わずにかぶりついた。それが大事だっていう感じなんだよな。このビフ的がさ、もう小判が出てきてる時点で、うずくまるさんのもので、うずくまるさんが食べたビフテキなのは間違いないじゃないですか。でも、こっから持ってったんですよね、細長さんは。でも、ここのテーブルのビフテキはナイフもフォークも映ってるじゃないですか。ってことは、このビフテキは被りつかれたものじゃないってことじゃないですか。でも、そんな被りつかれてないものから、被りついたであろううずくまるさんの、ビフテキの下にあるはずの小判が見つかってるっていう、なんか俺うまいこと全然言えないんだけど、だから不思議なんだよね。どっかで入れ替わったんだろうと思うんですよ。現にナイフとフォークがある場所の、このビフテキから、うずくまるさんが噛みちぎって食べたビフテキが見つかってるわけだから、やっぱりこの言葉には決定的な矛盾がある。そうだよね。それでは弁護人に証拠の提示を求めるものとする。そうだな。まあおそらくなんですけど、まあこの見つかった小判が見つかったこのビフテキは、うずくまるさんのものだと思うわけですよ。
でもそれがなぜジェゼールさん の, あのテーブルのところにあったのかってことなんですけど、ナイフもフォークもあるからね。そこにうつぐむらさんが噛みちぎったであろうべき敵があることがおかしいわけだから、まあやっぱこれがおかしいことになるんだよな。事件直後に撮影された写真ですか。注目するべきはそこに写っている食卓の上のビフテキ皿です。これは事件が起こった時レディが召し上がってきた、レディが召し上がっていたビフテキ。正確には事件が起こった時被害者の食卓にあったビフテキです。どっちも同じことではないか。不思議とその下には小判があるわけですよ。このビフテキにはとても一つとても不自然なことがあります。なんだと不自然。それはもちろん肉の切り口です。ああ、ナイフで切ったような感じじゃないってことか。お気づきになったようですね、ジェゼールさん。どういうことか。ジェゼールさんは先ほどこう言いました。ナイフとフォークを使わずビフ的にかぶりつくなど考えられると。それはそうでしょう。この方はレーデーなのですぞ。ではこのビフ的の切り口を見てください。あー、でもそうだよね、ナイフで切った感じじゃないよね。やっぱそうだ。だから入れ替わってたんだね、うずくまるさんのやつとさ、その、ジェゼールさんのビフテキは。なんでジェゼールさんのいたであろうさ、その食卓にさ、こんな噛みちぎられたようなビフテキが置いてなきゃいけないんですか。おかしいでしょ。おお、あの女何かに気づいたようだな。入れ替わってたんですね。もし証人がナイフとフォークで上品にいただいたならば、ビフテキがこのような無残な姿になるはずがないのです。しかし、だからなんだというのだ。それはレデーだって腹ペコのあまり、食いちぎったりはしないでしょう。あ、なんでしょうかな、レデー。もう本当に失礼しないと。外務大臣と午後のお茶の約束がありますので。いや、もうすぐ済みますんで少々お待ちください。あ、しかし本当にもうすぐ終わりますぞ。このアウチにお任せいただければ黙りなさいな、このメガネ侍崩れがはなんだレディーで急に様子がおかしくなったぞ。どうやらあのレディにも分かったみたいだ。だからもう一個のそのうずくまる軍曹が食べたっていう風に思ってるビフテキ出してみなさいよ。そっちに多分血ついてくから。ビフテキの歯型が最終的に何を意味するかを。なんだ、なるほど貴様、今度こそこれで全てがつながった。上品にいただいたはずの肉に刻まれた醜い歯型も。だからつまり最初ここにはもちろんジェゼールさんがナイフで綺麗に切ったビフテキが置かれてて、そこに血もついたんだけど、その後になぜか、うずくまるさんが入れ替えたのかな、そのビフテキを、皿を入れ替えて、でその下には、小判が入っているっていうわけで、何かしらの理由で入れ替わってたわけですね。僕が見たはずの血痕が消失してしまった理由も。そして誰がワトソン教授を撃ったのか立証するその証拠も。確かにこのビフテキは不自然かもしれない。しかしもうね、
もう別にこのビフテキなんかどうでもいいですよ。もう一個の方法。それで一体何が分かるというのか。この事件の全てです。全てだと。この醜い歯型の刻まれたビフテキは、決定的な証拠につながっているはずなのです。これはうずくまる軍曹のもの。誰がワトソン教授を撃ったのか、それを立証する証拠に。そんな言葉はもうたくさん。決定的な証拠ですって。あるはずがないわ。日本人らしい薄っぺらいハッタリね。でもそのあなたの焦りようは何ですか、じゃあ。そんななるほど恐れてるってことでしょう。どうしてそんなことが断言できるのですか。簡単なこと。そんなものがあるのならとっくに提出されているから。確かに現時点では提出されていないようですね。見る限りね。なんだと。でもだからといって、それが存在しないとは限りません。さっき細長さんは言ってましたよね。うずくまる軍曹のものも取ってあると言ってました、確かに。バカな、ここまで審理を続けて提出されておらぬ証拠など。それはつまり、そんなものは存在しないということだ。でも、その証拠を持っている人物ならば分かっています。その人物にお願いして証拠を提出してもらえば、それでこの事件は全て解決すると思います。それではこれが弁護人に対する最後の要請となるであろう。まあ、これが最後の、我々も最後の要請になると思います、こちらも。もちろん、それは細長刑事さんです。もちろんとは何ですか？え？この私が決定的な証拠を隠しているなど、まあ、隠してるわけじゃないだろうけどね。言語道だけ下方法下方法。いやいや、そういうことだけ、そういうことではありません。すべてのポイントはこの歯型のついたビフテキです。そうだよ。そういう風にして食べた人間っていうのは、あくまでもうずくまる軍曹なわけですよ。先ほどうずくまる軍曹さんはこう証言していました。ランチのビフテキを歯で噛みちぎった。そしてご老人からくすねた小判を肉の下に隠したと。そういうことですよね。だからうずくまるさんは自分が食べてたビフテキの下に小判を隠したわけですよ。それはあくまでもうずくまる軍曹さんのビフテキ。で、そのビフテキには噛みちぎられた跡があると。なんだ若造め、この軍曹と一戦交えるつもりなのか。軍曹さん、一つ確認させてください。その時小判を隠したのは、ご自分のビフテキでしたか。勝つ。当たり前だ。いくらこの帝国軍人とて、決まりましたね。今ね、言いましたよね、この軍曹さんは。英国レデーの目の前の肉を失礼ながらとめくる勇気はない。不思議なんですよね。でもそんな英国さんの、英国夫人さんの肉の下からコマは見つかってるんですよ。つまり先ほどケイシさんが提出したこのビフテキは、ジェゼールさんのビフテキじゃないってことですね。うずくまる軍曹のビフテキだったということになります。しかし、それはおかしいではないか。だって、これは被害者の食卓から押収されたものだからして。レディは肉にかぶりつかないし、小判を盗む機会もありませんでした。当たり前よ。そのような言いがかり、大英帝国に対する侮辱ですわ。しかしそれでは、この矛盾どう考えれば。そうだ。まさか貴様。この帝国軍人が、ビフテキを皿ごと取り替えたとでも言うのか。あり得るんじゃない？あり得るんじゃないの？多分そうだと思うんですけど。青瀬さん、ご名答。皿ごと取り替えたというのか。実はあの時。やっぱりな。そうでもしないとさ、入れ替わるはずないんだから。あなた以外に入れ替える人なんていないんだからさ。
目の前で殺人事件が起きて我が頭は真っ白になった。とっさに目の前の我が肉をめくり小判を隠したのだが、ボーイ長が刑事だと名乗り我現場からの逃亡に失敗する。もし刑事が気まぐれに我が肉をめくったら我が人生万事休す。そこでその大学生が捕らえられ、厨房に連行されていたその隙に、まあ、自分の罪が明らかに、ね、なるわけにはいかないですもんね。我がビフテキとレデーのビフテキを0秒の早技で取り替えたのだ。余計なことしてくれたぜという感じでしょうね。ジェゼルさん知らない、私そんなの見てないわ。作戦名電光石火、考えてる暇はなかった。やらなければこちらがやられていた。そうやるしかなかったのだ。なんだと、むしろこれのおかげでジェゼルさんはそのビフテキについた結婚に気づかなかったのかな。もしこれをやらなかったらビフテキの結婚に気づいて、まあ、それを隠してたかもしれないしね、拭いたりとかして。しかし安心召されよ賢者の。何がだ。帝国軍人としてここに誓う、我が所業はそれだけだと。それだけで十分だ。それが一番大きなことなんだよ。話は変わりますが、ビフテキを取り替えられたということは、うずくまる軍曹は、ジェゼルさんのビフテキを自分の食卓に持ち帰ったわけです。確かに当然そういうことになりますよね。そのビフテキも回収したとさっき誰かが言ってましたよね。細長刑事さん。確かあなたが。はい。あなたはこうおっしゃっていましたね。ジェゼルさんのビフテキも、うずくまる軍曹のビフテキも、その両方を押収したと。その通りでございます。それでは今度こそ提出していただけますか。事件が起こったその瞬間、被害者の食卓にあったビフテキを、今更そんなものが何だってのよ。冷えてコシコシになった肉なんて事件には何の関係もないわ。そこは別にどうでもいいです。結婚があるかないか、そうはいかない。レディな、何よ。そもそもあなたは覚えているだろうか、このビフテキが問題となったそのきっかけを。ふん、それを勝手に問題にしたのはあなたたちでしょ。そのきっかけはこの男のある記憶だった。記憶？あの時僕ははっきりと見たのです。ワトソン教授の真後ろにあったはずのビフテキの皿には確かに飛び散った血が付着していました。俺はこの被告人の記憶を信じている。その記憶を確かめる証拠こそあなたのビフテキなのだ。それでは細長刑事よ、その後に証拠の提出を命じる。事件当日この軍人の食卓にあったもう一つのビフテキを。さあ細長さん、見せてください。はーい。この人のテンションよくわかんないな。お待たせいたしました、こちらがもう一つのビフテキでございます。心ゆくまでご覧ください。はい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 。ついておりますね、血の跡がはっきり残っている。これで明らかになりました。ここに血痕があるということは、向かい側の席に座っていた被害者は撃たれた瞬間僕に背中を向けていたのです。つまりなるほどには被害者を撃つことは不可能だったのだ。撃てたのはまさかあの時ワトソン教授の正面から撃つことができたのはたった一人しかいません。もう言うまでもありませんね皆さん。それはそうジェゼール・ブレッドさん、あなたです。日本人が
日本人ごときがこの私に信じられない。暴れだした。坊主が暴れだしたぞ。白鳥が。なんか生まれた。どういうこと？天に召されましたのかな？アーメン。ここでこそ使うべきで言葉ですよね。アーメン。大変失礼いたしました。ほんの少々取り乱したようですわ。少々。大英帝国のレディーとしてあるまじきことをお許しくださいませ。それでは証人よ、話していただけますかな、本当のこと。喜んで。お、話してくれるんだ。まあ、話すしかねえからな。クラーレを用いて教授の命を奪ったのは私です。あの日を犯行の日に選んだのはお察しの通り、教授が抜歯の治療を受ける、そう伺っていたからです。教授が亡くなり炭酸水を調べられても毒が検出されることはない。この国ではクラーレは存在しないのだから。あの日私はあれほど長くあのレストランに留まるつもりはなかったのです。教授が一口あの炭酸水を飲んだのを確認したらそれでおしまい。あとは一人で食事をしたと思わせるため、ビフテキを教授の前に置いて、すぐに足したるつもりだったのです。ところが、そうだよね。拳銃でバーンって撃つ必要ないよ。そこに思いがけない人物が現れたのです。もしかして、僕ですか？ええ、もちろんあなたですよ。あ、姿が見られたと思ったってこと？大した用もないのに、あなたが挨拶に来たせいで。私はあの場から立ち去るタイミングを逃してしまったのです。なるほど、さんが原因で。そっか。薬部用神と。あなたにとっては本当に。やがて教授はあのグラスに口をつけて意識を失いました。私はあの方が倒れないよう椅子で体を支えました。もう後戻りはできない。そこで、あの場でとっさに計画を考え出したのです。ワトソン教授の死、その罪をこいつに着せる計画か。教授はいつも護身用に拳銃を持っていました。それを利用することを思いついたのです。あの日私はハンドバッグの中にクラーレの小瓶を入れていました。そしてスカートの下に自分の拳銃を隠し持っていたのです。そんなところに スカートの下。やっぱりあの時拳銃は2丁あったんですね。イエス。あの時コーヒーを飲み終えた僕は店を出ようとしました。あなたは教授の拳銃を床に置いておいたのですね。僕が必ず通るところ、その目につきやすい場所に。計画通りあなたは落ちた拳銃に気がつきました。そしてそれを床から拾い上げたその瞬間、はあ、結構リスクの大きい計画だけど、あの時あなたは自分の拳銃を撃ったのですね。すでに亡くなっていた教授の遺体に銃弾を撃ち込んだ。店内に銃声が響き渡って防衛長が現れました。私は犯人と思われた被告人の身柄を拘束してキッチンの横の倉庫に閉じ込めたのでございます。その間にこの人はなるほどやったんですね。その隙に私は遺体を椅子ごと回転させました。それはもちろん被告人がワトソン教授を撃ったように見せるためですね。こいつに関わったばっかりに全て明らかになりましたね。
以上これが私の犯行そのすべてでございます。裁判長様、何でしょうか。よろしければ後ほどあなたと二人だけでお話できますかしら。なんで？伺いましょう。え？それでは皆様ご機嫌よろしゅう。許してくださいますね。なるほど様。どうやらこの審理もついに決審の時を見たようである。いかがか青内健二。バカな、この青内健二が素人の大学生ごときに敗れるなどと。いやもう最初から結果は明らかでしたけどね。今後検事としての機構の出世は厳しいと考えるがいいだろう。英語な、未来英語な。ぐぬぬぬ、なるほど龍之介。はい。この恨み、青内家、松代まで忘れはせぬぞ。はあ、だからあんなに、いろんな場所でなるほどさんに立てついてきたんだな。青内の一族が、まあ、全部叩き伏せますけどね。おごれる者は、若き者によって足元を救われる。それが歴史の必然。今の思い、しかと心に刻むがよい。かっこいい。結局それはやられちゃうわけですね。いい剣先だった。たとえ白帯の年月が流れようとも、貴公の一族、なるほどの敵するにあたわず。その通り。すごい予言してましたね。予言してたんですね、ここで。本日大審院におけるこの審理は、我が国の法廷史に新しい章の幕開けを告げるものになるであろう。被告人でありながら見事な論証であった。なるほど、龍之介よ。ありがとうございます。あなたの裁判長もね、いろいろ目をかけてくれたおかげで、いろいろ目をつむってくれたおかげでね、なんとかなりましたよ。証拠品と論理によって真実を追求する近代裁判。あの開国から数十、西洋からサイエンスなる学問が捉え、我が国に科学なる言葉が生まれた。科学は近い将来新しい捜査、そして新しい法廷を生み出すだろう。法の未来、そしてその扉の先に一体何があるのか、それを探求するのはこれからの若い諸君の責務である。麻生義一馬よ。はい。貴君はこの法廷の終了後、大英帝国への司法留学の旅に出る。広い世界、最新の文化、存分に吸収してくるがよい。そして課せられた使命を果たすがよい。ナルドさんも行けばいいんじゃない。分かっております。裁判所閣下、あ、なんか指令があんのか。どうした怖い顔して。いや、なんでもない。そしてなるほど、龍之介よ。はい。貴君には、なんだろうか、不思議な可能性を感じる。それがどう開花するか、楽しみにしておくとしよう。ありがとうございます。光栄であります。それでは被告人なるほど龍之介に最終的な判決を言い渡す。やった。本日の審理はこれにて終了。
当日午後2時46分、大審院被告人控室5号室。今こうしてここに立っていることが信じられない。僕は戦い抜いたんだ。あの大審院の法廷を。いや、一発目からかなり難解な法廷だった気がする。なるほど。今度こそやったな。おめでとうと言ってやるぜ。それでは僕も言わせてもらうよ。ありがとう、麻生儀。あはは、貴様の弁護なかなか痛快だったぞ。もうね、なんか後半はさ、もうほとんどなるほどさんが頑張ったというか、感じがするもんね。有名食堂の牛鍋、特大盛りだ。忘れるなよ。特大になってる。本当にお疲れ様でございました。あ、スサトさんでしたっけ？無罪判決、心よりお祝いを申し上げます。いや、あなたのおかげでもありますよ。これは、御言葉、法務助手。そなたもご苦労だった。いいえ、私は何も。あ、ありがとうございました。びっくりしてる。この、研究資料がなかったら、どうなっていたか、わかりませんでした。わかりやすくまとめてくださって。その言葉は父におっしゃってくださいませ。私はただ父の言いつけで有名大学へ行っただけでございます。お父上、ああ、御言葉教授か。そういえばこの子。審理を中断させてしまい申し訳ございません。被告側弁護人の法務助手、御言葉スサートと申します。おそらく娘さんだよね。御言葉っていう名字だからさ。御言葉といえば、いやあ、皆さん、ご苦労様でしたね。なるほど、龍之介くん。本当によくやりましたね。ありがとうございます。あなたのおかげでもありますね。いやいや、礼を言うのはこちらです。何しろ。我が友人の命を奪った、真犯人の正体を暴いてくれたのですからね。なるほど。そういえば先ほどもおっしゃっていましたね。ワトソン教授と知り合い、まあ友人か。そういう関係だったんだね。有名大学に招いたのは御言葉教授だと。ええ、その通りです。御言葉教授は法医学を学ぶため数年間大英帝国に留学されていたのだ。その際にワトソン教授と知り合いになったのでしょうか。ええ、その通りです。我々はかつてある病院で一緒に仕事をしていたのですよ。一緒にですか。それは俺も初耳です、教授。もう何年も前の話ですよ。そんなことより、なんかそれも今後関係あるような感じになるのかな。あ、そういくん、次はいよいよ君の番ですね。大英帝国は現在全世界の頂点に君臨している偉大な国です。科学、医学、工業、文化、そして犯罪学においてもね、しっかり見てくるのですよ。世界の中心で何が起きているのか。これ、なるほどさんも行くんじゃないのこれ。はい、しかと見届けできます。なるほどと一緒にね、つって。あ、この麻生儀、魂を持って。お前、その刀、大英帝国に持っていくつもりか。それだけで捕まるんじゃないのか。もちろん。刀こそ日本人の心、そして全てを断つ、その刃は。俺が進むべき道を指し示してくれるのだ。ああ、確かにその切れ味は危機迫るものがあったな。木刀とか竹刀とかじゃなくて、ねえ。なんか銃刀法違反で捕まるんじゃないの？大丈夫なのかな？あ、でも大英帝国だから大丈夫なのか。別に。ああ、そういえば、あの女は、どうなりましたか？ワトソン教授を殺害した真犯人は、ジェゼール・ブレッドは、彼女のことですか？なんか、裁判長と話す、実はあまり話したくはないのだが、どういうことですか？真犯人は彼女だったのですから、今度は彼女が裁かれるのでは？彼女はこの国を去ります。近いうち、
上海へ向かうでしょ。なんか嫌な予感したんだよね。なんかさ、捕まらなそうな雰囲気感じたんだよね。どういうこと？なんで？逮捕しなさいよ、上海。ジェゼール・ブレッドはこの国に裁かれることは決してありません。え、どうしてですか？ん？領事裁判権の発動です。細長刑事、いたんですか？本日は誠に見事な近代法廷戦術でございました。一言お祝いの言葉。そんなことより領事裁判権というのは何なんですか？我が国はあの外国人の犯罪を裁くことができないのでございます。なんでですか？裁くことができない？では一体誰が彼女の罪を裁くのですか？大英帝国？大英帝国の領事裁判所、我々の声の届かぬ海の向こうだ。え、じゃあだから逃げ起こせないじゃん。そのまま裁判所に連れて行けばいいじゃん。しかし、ニコデバ教授、どうにも納得はいきません。先に締結された日英和親公開条約で、英国の領事裁判権は失効しました。じゃあ大丈夫なはずじゃないですか。ええ、その通りです。両国にとって高度に政治的な重大事件でない限り、そう簡単に領事裁判権が発動されるはずがない。そう、なのか。いくら留学生とはいえ、あの女のため両国の政府が密約を交わすなど。あいつはただの留学生じゃないのかな。どう考えても不自然です。何かあるんだな、あの女の人は。ジェゼール・ブレッドはこの国では裁かれない。つまり最初からあの留学生にとって今日の審理はどちらでも良かったってことか。自分の身に決して危険の及ばないお遊戯のようなものだったのです。はぁ、あ、なんということだ。本件に関してなんかそう思ったらさ、あの審理の最後にさ、あの白鳥と戯れて遊んで、なんか最終的に天に召されるみたいな、もうあれも含めて全てお遊戯だったんですか。ふざけやがって。本件に関して大英帝国の外務省から身柄の引き渡しの要請がありました。留学生の殺人という事態に英国政府も慎重になっているようです。全てはこれから変えていくのです。私たちの手で。来たるべき20世紀へ向けて、今全ては激動の中にある。いつの日かあの者に正義の鉄槌が下される時が必ず来るでしょう。ええ、必ず俺たちが変えてやります。そっか、こっちの国では裁けないんだ。じゃあまた一からさ、大英帝国のその領事裁判所でまた審議が始まるわけか。なんか絶対うやむやにされそうだよね、そこで。またでは難しい話はここまで。これより今宵はみんなで祝杯をあげるとしましょうか。ニコトバ教授、いえ、そうですね。暗い顔していても始まらない。牛鍋パーティーしますか。じゃあ力いっぱい祝うとしましょう。なるほど、龍之介の無罪判決を。あなたもどうですか。そういうことでしたらぜひ我がラックワントゼ、どうぞ。でみんなでビーフテキをいただくか。大衣装であるこの細長、スペシャルディナーをご用意いたしますので。あの細長さんは刑事なんですよね。立派な防衛長じゃないか。まあまあ難しいことは言わず、それでは参りましょう。教授もご一緒いただけますか。まあその意気込みならば行くしかないでしょう。我々もその意気はよし。もちろんです、ラクワントスのカツレツは絶品らしいですからね。それではなるほど様の、釈放の手続きに行ってまいりますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何から何まで。
ジェズエールさんはこの国で裁かれることはない。ということは永遠に分からずじまいなのか。彼女がなぜワトソン教授を殺害したのか。それも何か裏があんのか。あ、そうぎ。なんだ、なるほど。もう一度礼を言うよ。今日は本当に世話になった。あっはっはっは。俺は何もしてないさ。かっけえ、やっぱ葬儀は。貴様の弁護をしたのは貴様自身だったじゃないか。葬儀、お前は、きっと世界最高の弁護士になれると思うよ。そいつはどうだろうな。実は、審理の間俺はずっと思っていたのだ。貴様こそが、弁護士になるべき人間なのではないかとな。葬儀がこんなこと言ってくれるなんて。葬儀に言われたら嬉しいだろうね。なるほど。何を言ってるんだよ。今日俺が貴様を助けたのは、本当に、ほんの最初だけさ。貴様には才能がある。弁護士のな。いやいや、あんな厳しい戦いはもう二度とごめんだよ。僕はただ、お前を信じて最後まで言う通りにやっただけだ。だからこそだ。どういうことだ。だからこそというのは。その人を信じ続けて最後までやり遂げることができるっていうのが、なあ、なるほど。弁護士にとって最も重要な武器は何だと思う？それはやっぱり法律の知識とか、人を信じ抜くこと、そのあれか、最後までやり遂げる信じ抜く力か、信じる力か、信じる力。弁護士は依頼人のために戦う。どんな時も彼らを信じて。確かにお前は僕を信じてくれたな。俺はただの人間だ。真実を知る神通力などない。それでも何かを信じて弁護席に立たなければならない。法廷でギリギリまで追い詰められた時、自分の信じるべきものを最後まで信じることができるかどうか、それは決して誰にでもできることではないのだ。依頼人を信じる。逆再全てに言えることだな。貴様は今日、たかが学生風情の俺を最後まで信じ抜いた。何度絶対絶命の危機に立たされても貴様は目をそらさなかった。決して俺の言うことを疑わず、貴様自身の手で真実を掴んだ。あ、そうき。なるほど、実は、貴様に話があるのだ。なんだ、この麻生義和は、心からの頼みがある。なんだよ、改まって急に。おや、まだここにいたのですか。あ、細長刑事さん。人力車を手配しました。いざ参りましょう。人力車で行くの。豪勢な。あ、申し訳ありません。今すぐに行きます。でもちょっと、麻生義から重要な話っぽいのが、なるほど。話は後だ。今は貴様の無罪を祝うとしよう。そしてお前の大英帝国への留学を、ああ、びっくりした、びっくりした。あ、そうだな。なるほど、なんか、麻生義がなるほどさんに言ったのかと思った。お前の留学を祝おうとしようって。お前ってやつはっていう話になるのかと思ったら。こうして僕の最初の事件は幕を閉じた。麻生義、御言葉教授、法務助手の須里さん、そして細長刑事。まあこの人はともかくひどい。みんなに助けられたから最後まで戦うことができた。そしてこの時の麻生義の頼みが僕の人生を大きく変えることになるのだが、この時の僕には全く分かっていなかった。続くと、あ、なるほどね。面白い。面白いわ、大逆転裁判。あ、第2章。友とまだらの紐の冒険。行くじゃん、これ、留学。では、まあ、じゃあ今回これ、この辺で終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。